鍋料理を用意する。室内と雪に覆われた外の景色を描いた江戸時代の浮世絵版画。1770年から71年頃の作。鈴木春茂の雪月花のうち青楼の雪。格子の外では雪の積もる土手を吉原遊郭から帰る客を乗せたカゴが通ります。一方遊郭の2階の部屋では客と遊女たちが火鉢を囲んでいます。遊女のお世話をする子供カムロに向かって杯を差し出して酒を求める男性客の傍らでは遊女が赤く怒った炭の上にかかっている鍋の具合を見ています。黒い盆の上に乗った雪で作ったうさぎが溶けている暖かな部屋の中と寒い雪景色の広がる屋外の寒暖のコントラストが目に分かりやすく示された作品です。